いい取引だったね。食べ物なのかコーナーには何があるか聞いてもきっと信じてもらえないよ。みんな自分を見て悲鳴を上げるって言ったか。そうだよ。新しく来る人にはグールを見たことがない人もいるからね。ほら、優しそうな顔ができないし。で、何か必要なの？仕事はある？あるよ、実は。スーパーミュータントが昔のボストン公共図書館を乗っ取ったの。まだ女の子で人間だった時からあの場所にはいい思い出がたくさんあったのに。あの見苦しい生き物を撃退してくれたら200キャップ払うよ。図書館についてもっと何か聞けないか。戦前の建物には大抵自動セキュリティがついてる。ロボットとかタレットとかたくさんのコンピューターも。仕事を受けてくれるといいんだけど。信じないかもしれないけど恥ずかしがり屋の子供だったんだ。本は一番の友達みたいなものだったよ。建物中を一掃するのにその金は十分だと思えない。いいことを言うね。250キャップにしよう。弾薬の費用だけじゃないんだ。危ないってことは医療費もかかる。はいはい、わかったよ。終わったら300キャップでどう？取引成立？悪いけど十分じゃない。その図書館はこれからスーパーミュータントの本拠地になると思う。待って、行かないで。400キャップにするから。取引成立だ、デイジー。ありがとう。ねえ、そこに行くことがあったらこの本を代わりに返してくれない？図書館の本なの。どれぐらい延滞してるかは聞かないでね。素晴らしい。注意、地下鉄入り口付近です。セキュリティ違反。来館者と職員は避難を促し、落ち着いてください。
しよう。借りるのとライブとどういう関係があるのか説明してくれないか。やった。腐った本と死体が異様だ。いいね。誰もしばらくの間、ここには来なかった。すごい。you
くつろいでくれ、兄さん。やあ、デイジー。おかえり。図書館どうだった？スーパーミュータントはやっつけてくれた？図書館のコンピューターに何かポイントを手に入れたって言われたんだが。ああ、そうだ。思い出した。図書館の本を返してもらうために子供たちに渡してたんだって。みんなちゃんと返してくれなくてすごい困ってたみたいだから。本をもっと探せばもっとポイントが手に入る。コンピューターにまだ残ってる商品からどれでも選んでもらえばいいよ。そういえば仕事をやってくれたのね。ありがとう。あの図書館はちゃんとした状態で残しておきたかったから。